北横岳付近の島かれ現象北横岳南方、北方間の登山道、前方は北方、北横岳南方の山頂、左に立品山、北横岳ひゅって北横岳、または横岳は八ヶ岳連邦北部の山である。本来の正しい名称は横岳であるが、同じ八ヶ岳のわずか 10km ほど南に同名の横岳があるため、 より標高の低い北八ヶ岳の横岳は区別のため便宜的に北横岳と称されることが多い。八ヶ岳火山列の北端部に位置し、厚い溶岩流と溶岩延長級からなる東西4キロメートル南北2キロメートルの小規模な火山である。2016年から約900から700年前に噴火しており、2003年、気象庁による活火山見直し作業において、 かつ火山に指定された。山頂は南北に分かれ、標高は南方が2471.6メートル、北方が2480メートルである。ただし三角点が南方にあるため、低い方の南方の標高をもって横だけの標高とされる場合が多い。山頂近辺のごくわずかな一角が森林限界を超え、廃末帯となっているほか、 島枯山との暗部の標高2200メートル余りの一帯にも灰末が密生している。通常、灰末帯は阿黄山帯信葉樹林の上部に位置するが、ここでは、坪庭の灰末帯の上部に阿黄山帯信葉樹林があるという植生の逆転現象が起こっている。これは、おそらく単純に気温の条件によるのではなく、坪庭周辺が極めて土壌の乏しい溶岩地帯で、 あることと関係があると思われる。また、南隣に隣接する島枯山とともに、大規模な島枯現象が見られる。これは、モミ族のシビソオをラビソが、一斉に立ち枯れ、その後に知樹が、一斉に成長して、またある年月で一斉に立ち枯れるというサイクルを、繰り返すため、その立ち枯れが、標高に沿って大丈に見え、なおかつ、その帯が、 年々わずかずつ移動していく現象である。標高1700メートル余りの地点から2200メートル余りの坪庭まで北八ヶ岳ロープウェイが通じており、作道丘はピラタスタテシナスノーリゾートのゲレンデとなっている。坪庭と山頂の間の登山道は傾斜も緩く整備されていて歩きやすい初心者向きのルートである。ただし、山頂から先、 きっ池に至るルート、大竹を経て、双子池に至るルートは、かなり傾斜が急である。また登山者も、坪庭と山頂の間は多いが、それより北側では、非常に少なく、特に陶器はトレースが消えていることも、珍しくない。山小屋は、坪庭と甘池峠の間にしまかれ山そうと、坪庭から山頂への登山道中の山頂近くに、北横岳ヒュッテの2軒がある。 金峰山島枯れ山大岳赤岳南ヶ岳、阿弥陀岳編笠山法王山海駒千上岳、南アルプス縦品高原。ありがとうございます。